ね。はい、でもさ、ヘッドホンをする練習もしといた方がいいと思う。はい、はい、行きますよ。はい。ありのままですよ。一発勝負だとね、いつも通り楽しみたいなと思ってます。今日の意気込みはなんだろうね。楽しみだな。楽しみだ ね、うん、このまま1枚ですか。そうそう、このまま1枚になるから、だったらこっちがいいじゃないですか。かわいい。オッケー、そうしようか。そうしましょう。なんかあれ、ね、キノコなだけ、なめこ、なめこ、なめこ、それしか考えてない。味噌汁しか考えてない。それは やっときましたね。なめこ、光味噌。あ、次タコさんいびきますか。ミサさんやっぱメイクいらない。うわぁ、ハンドメイクで終わり。いやぁ、決勝した。全然。はい、切りまーす。はい、じゃあお願いします。はい、できましたよ。ミサさん、Right, man. まあ今日はファーストテイクですよ、初めて。でもいつもモンキーマジックがね、リハするときに全てがファーストテイクですよ。だからいつもミスしてるライブで、本番で。でも、yeah, まあミスしてもしょうがない。We're gonna have a good time. And、すごく楽しみにしてます。ありがとう。いやー、今からですよ。楽しみです。行きます。いや、髪型とパーフェクトです。ビールのみ、お疲れ様。お疲れ様です。美味しいご飯食べれるね。お疲れ様。楽しかったよ。最終。いや、なんか一曲だけど、ライブ一本やったよ。どうでしたか。うん。すごくなんかしてたよ。いやでも楽しかったよ、本当に。本当すごいところ、あれスタッフの皆さんセッティングして、そしてエンジニアの音とか、そこすごかったな。むしろただ演奏しただけですよ。いや、よかったですよ。なんか久々の適度な緊張感、大事ですね。なんかみんな音に集中して演奏してるの。でもまあね、もちろん楽しみながらだけど、本当に今までで味わったことのない経験ができて、すごく貴重な時間でした。ありがとうございました。今日ずっと考えてることがあるんだけど、今日の気候だと
完全にビールが美味しいと思うんだけど、どういうとこで何と行くかっていうのが、タイ料理かベトナム料理かっていうのがすごい悩むところだなと思う。やっぱ同じことかな。ねえ、どっちがいいかなと思う。俺もそういう。どっちもいいよね。でも、実際店の前とか通ったら、あの、韓国とか中国もいいよ。たぶん。なんかそう、緑のビールだったらいい。緑の。締めの一言を。お疲れ様でした。